チーク玩具は幼児や児童が知能的発達を促進する玩具、または幼児や児童の学習の助けになる玩具のことである。いわゆる教材が知識を増やすために用いられるのに対し、チーク玩具は考えることや表現することを通じて、知能全般の発達を促すことを目的としている。教材的な機能を持つチーク玩具も多数存在する。チーク玩具の概念は、 児童心理学の発達に深い関係があるが、明確な定義があるわけではないため、それ以前から、ある玩具が、チーク玩具として後年見直される例は多い。この概念はそれほど新しいものではなく、フリードリヒフレーベルの恩物に見るように、成長段階を追って与えられるものとしての玩具が存在する。なお、玩具は、子供が使用する道具ではあるが、その購入に際して、 最終的には、親や保護者が意思決定を行い買い与えるものでもあるため、こと地域玩具のようにこの成長を願う側からすれば、好ましい影響が期待されるものは、積極的に与えられる傾向もあり、玩具メーカーとしてもこれに注力するところも見られる。幼児用のものに関しては、日常生活が常に学習であるとも言えるため、幼児用玩具の大半は、講義の地域玩具とも言える。 幼児はガングを噛んだりしゃぶったりすることも珍しくない。ため、幼児用のガング全般と同様に、舐めても安全で常に清潔が保てるようなものが望ましい。その意味では水に溶出する管理や、中毒を起こしたりしかねないがまり、アレルギー物質など有害な成分を用いた製品は問題がある。また、布製ガングでは、家庭で洗濯ができるなど、 衛生的に保つことが可能なよう配慮される傾向にある。幼児や児童などの子供は大抵の場合において、玩具で遊ぶことを好むものであるが、その一方で玩具で遊ぶことを通して様々なものを得ており、知能の発達から上層教育に至るまで様々な影響を鑑みれば、玩具を通して得られる影響も広範囲に及ぶ。いわゆるチーク玩具は、そういった 子供に与える影響に特に配慮がなされているおもちゃだと言えよう。レゴブロックは1949年にその原型が作られた自己結合機能を持つプラスチックブロックだが、同社の製品やその類似品の多くがチーク玩具として広く評価されている。またそれらの原型となった積み木も優れたチーク玩具として幼児の発育に適したものだとされている。日本において 特にチーク玩具の概念が世間全般に広まったのは1970年代頃の教育ブーム以降で玩具を通じて両親が教育を行えるという幼児児児童用教材として開発された様々な製品が発売された。これら幼児児童教材はその後のチーク玩具市場形成の上で大きな役割を果たしたが中には教育を全面に押し出しすぎて 幼児や児童が関心を示さなかった種類の商品群もカット的に出回ったようである。今日ではハイテクを導入した電子化された地域玩具も数多く登場し、音声による教育を行うものやインタラクティブな絵本というようなものも数多く開発、発売され市場に出回っている。最近の傾向としては、児童や幼児が玩具に働きかけることで、 ガングがそれに応じた反応を返すという、一人遊びと二人遊びの中間にあるような種類のものが多い。特に高度なものは、メカトロニクス分野の発達に伴い、非常に高度で成功なものも多く、中高生や大人の中にも、これらチックガングのファンがいるほどである。レゴマインドストームでは、ギークが精力的にこれの可能性を、模索、二足歩行ロボットから、本物のサイコロを投げて、 乱数を発生させる乱数発生器などまで、ハッカー文化の範疇にて、様々な発表も見られる。想像力、表現力が育まれることを願われて、チーク玩具市場は拡大し続けており、現在は磁石ブロックを用いたものが人気を集めている。一般的に、チーク玩具と目されている、玩具類には、様々なものが含まれる。チーク玩具では、 この健やかな成長を期待する親など、家族の期待もあって、一般の玩具よりも高価な製品も見られるが、その一方ではできるだけ、最新の科学に関係した製品も好まれる性質もあり、地域玩具の中には一定のハイテク玩具と重なる市場が見られる。また、最新技術でも、教育、地域分野で有効と考えられるなら、大勢に取り入れられる市場もあるため、 そういった製品も数少なくないが、研究分野でも情報処理技術などを取り入れる動きも見られ、ロゴなどは幼児や児童が使うことを前提としたプログラミング言語としてよく知られている。プログラミング言語は有形の玩具とはやや性格が異なるが、このプログラミング環境を備えたパーソナルコンピュータも講義の地域玩具とみなすことができる。このか。 ロボットの中には様々なセンサーや知能的な処理機能を備え将来的には子供から高齢者までもが扱える共同作業をしたり何らかの命令をして仕事を代行させられる家庭用ロボットも構想されておりこの中には家事に含まれる育児などを通して子供と触れ合う可能性もありその場合に子供と遊ぶという仕事ができるロボットの出現も予想され サイエンスフィクションの分野でもそれら子守りをするロボットもしばしば描かれる。こういった子守りロボットも子供に遊びを提供するという性格においてチーク玩具の一種とみなせるのかもしれない。インギャジェット記事費の枠を選択し広がるチーク玩具立体的思考を育むブロックおすすめは少し難しいもの産経新聞社2015.417ありがとうございます。